堺屋谷太一、堺屋太谷堺屋太一、谷大地、1935年、昭和10年7月13日から2019年、平成31年2月8日は、日本の元通産官僚、小説家、評論家。議会は、十三味。君党は朝日大受賞。経済企画庁長,長官、第55から57代、内閣特別顧問。 内閣官房参与などを歴任した。また、株式会社、堺屋谷大地事務所及び、株式会社、堺屋谷大地研究所の代表取締役社長であり、様々な博覧会のプロデューサーとしても活動していた。本名は、池口小太郎であり、ペンネームの由来は、先祖の商人が、安土桃山時代に、堺から谷町に移住した、祭の名前である。 堺井屋大地から取ったものである、堺井屋和屋号にあたり。谷町に近い大阪市東区岡山町、現中大区玉作り生まれ。本籍地は、先祖の昇華が堺に移住する前から、本拠のある奈良県を接しながら、父は、早稲田大学卒の在野の弁護士で、母は、奈良県出身ながら上品な船場言葉を見事に、操る、御福将の、伊藤さん、霊城。 陸軍の指定が多く通う大阪開校者学院、現、お手門学院小学校、小学校59期に入学するが、1945年、昭和20年3月の大阪大空襲で、玉作りの自宅が焼け、父の実家の奈良県御世市に転居、長良小学校に転入する。卒業後、長良中学校に進むが、大学進学を考えると、大阪の方が有利と考え、 高校受験のため、大阪市立昭和中学校に越境入学した。1951年、昭和26年大阪府立住吉高等学校入学、在学中はボクシング部に所属し、モスキート級の大阪チャンピオンになった。社会科学研究会にも所属し、カール・マルクスの著書、資本論など読みふけていた。奈良県下の実家から大阪の高校へ、 片道に時間をかけて通学した。毎日弁当を作る母に配慮して、ある時から炊いた白米の実を持たせてもらい、毎日学食で、それにカレールーをかけてもらい、カレーライスを食べていた。これが青春の味であり、年に200回、高校3年間の累計では500回以上も食べていた。進路指導の際、担任教諭は大阪大学も無理だから。 大阪市立大学あたりにしろというつもりだったが、東大に進学したいというなら、もう何も言わない。自分で頑張ってほしいと告げる。1954年住吉高校卒業後、大学受験に失敗。50歳ぐらいまで夢に見続けるほどで、滑り止めの慶応義塾大学法学部に入るが、すぐ退学。2年間の浪人生活の後、1956年。 昭和31年兄と同じ東京大学に合格。浪人中に建築設計事務所でアルバイトと勉強をしており、建築への興味と一級建築士並みの知識があり、実際、学生会館の設計の学内コンペで一等賞も受賞したことから、工学部建築学科に進もうとする。ただ、教養課程で多分野を学ぶうち、高校時代からの経済学への興味に気づき、 東大経済学部へ転入し、大河内和夫教授、後の総長に指示、経済学部で3番目の成績で卒業したという。1960年、昭和35年4月に通商産業省、現経済産業省入省。入省同期に、熊野秀明、元事務次官、松田岩尾、高橋徹次期、岡松総三郎、初代計算研究所所長らがいる。 通産省時代は部下が家まで起こしに行くなどを個性派であった。1962年の通商白書では世界に先駆けて水平分業論を展開。また、日本での万博開催を提案。1970年の大阪万博の企画、実施に携わり、成功を収めた。その後、沖縄開発庁に出向。 1975年から1976年の沖縄海洋博も担当する。工業技術院研究開発官として3年ほど自然エネルギーに関わるサンシャイン計画に携わった後、通産省を退官した。通産省に在職中の1975年、近未来の社会を描いた小説、油断で作家としてデビューした。 1976年に発表した小説段階の世代は1940年代後半に日本で生まれた第一次ベビーブルーム世代を段階の世代と位置づけ多方面に影響を与えた。また大河ドラマの原作となった峠の群像秀吉をはじめとする歴史小説も数多く執筆した。小説のみならず工業社会の終焉と地下社会、 情報化社会の到来を予言した経済理論地下革命工業社会が終わる地下社会が始まる等の社会評論や首都機能移転に関する新と建設これしかない日本の未来をはじめとした公共政策分野における政策提言に関する著作も数執筆した。1978年に通商産業省を退官した後もイベントプロデューサーとして 数々の博覧会を手掛けた、御堂筋パレードの初アン社でもあった。1990年、平成2年に開催された花の万博では、大黒電機、名画の庭パビリオン総合プロデューサーを務め、世界の名画を転写して焼成した、東半画を展示紹介した。後に、これらの東半画は、京都府立東半名画の庭に移築された。 1992年のセビリア万博では、日本館総合プロデューサーを務め、日本館内で、安土城天守閣の最上部、5から6階の原寸復元をメイン展示として紹介した。後にこちらは、安土城天守、信長の館内に移築された。2005年、平成17年の愛知万博では、当初最高顧問であったが、 お祭り色の強い博覧会を考えた堺屋と長期的計画を望んだ地域の意図が合わず2001年6月28日に辞任した。ただし最高顧問辞職後も顧問として愛知万博協会に関与した。2010年に開催された上海国際博覧会の準備室高級顧問に就任。1984年に堺屋が王道館上海市長に 中国発展の起爆剤として万博開催を提案し、1985年からは新しく上海市長となった江沢民の元万博構想の具体化が進められたため、上海万博準備室の小明カと副主任の要請だったとされる。さらに、上海万国博日本産業館出展合同会社代表も務めた。2014年には、 2025年万国博覧会の大阪招致構想を提唱した。新聞では、産経新聞の提言コラム、正論欄に定期的に寄稿する正論メンバーで、1991年、平成3年には第7回正論大賞を受賞。産経新聞で、翌1992年から、風と炎とと題して21世紀を展望する。 長期大河コラムも連載している。テレビでは、1978年から、日本テレビのドキュメンタリー番組、明日の世界と日本でナビゲーターを務めたり、BS 富士のビジネス対談番組、堺井や一のビジネスリーダーで司会を担当したり、テレビ朝日のドラマ、聖徳大使の超改革の原案を手掛けるなど、幅広く携わっている。 ラジオでは日本放送で1980年10月から1982年4月まで放送された堺井や大地のホットジャーナルを芸能レポーターの正治の子と共に担当した。1998年、小渕内閣に民間人閣僚として経済企画庁長,長官に就任。第二次、森内閣まで務め、同時に総合交通対策担当大臣。 新鮮年季記念行事担当大臣、情報通信技術、IT 担当大臣なども兼任した。長官在任中には、従来の政府の景気判断よりも、景況感の変化を迅速かつ的確に、把握しやすくするため、タクシードライバーや居酒屋の店主など、街角の人に、直接話を聞く、景気ウォッチャー調査を開始。また、インターネット博覧会。 通称インパクの発案者でもある。2002年、東京大学先端科学技術研究センター客員教授に就任。2004年、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授、同大学日本橋キャンパスインテンダント、学徳に就任。2008年には、関西学院大学大学院、経営戦略研究科客員教授に就任。 2008年大阪府知事選挙の際に、国貞孝一らと共に、橋本徹を支援する団体として、橋本氏を知事にするカッテレンの設立に関わった。2009年には、みんなの党の母体となり、後に、サポーター組織となった、国民運動隊日本の夜明けのナビゲーターに、就任した。2010年には、大阪維新の会の支援団体である、経済人、 大阪維新の会の最高顧問に就任した。また、2012年には、大阪維新の会が政治家の育成を目的に、設立した維新政治塾の名誉塾長に就任した。こうした観点から、堺屋は、橋本徹及び大阪維新の会のブレーンとされている。成長戦略担当の内閣官房参与として、首相、安倍晋三のブレーンを務め、 2016年4月に一般社団法人外国人雇用協議会を設立して会長に就任すると政府の諮問会議などで外国人労働者の受け入れ拡大を提案した2019年2月8日20時19分多臓器不全のため東京都内の病院で死去83歳だった信十三位大倉官僚で北陸財務局長を務めた 池口金太郎、法学部卒は六歳年上の実刑で、父の名前、太郎を同じく引き継いでいる。静岡県熊村村長と天竜市市長を、計三十二年務めた熊村翔一郎は、義兄、実子の、いぼ兄弟の男女がいる。日本芸術院会員で、洋画家の池口千佳子は妻。もう一人の愛する家族は、シーズーの、悟空。 高度経済成長期の流行語である巨人、大宝、卵焼きは通称産業省の官僚だった1961年頃経済報告の会見で口にしたものだと語っている趣味は女子プロレス観戦で早々期からの熱心なファン選手は特に尾崎真由美のファンであったまたプロレス会場にも使われたライブハウス 新宿リキッドルーム閉鎖後のイベントホール、新フェイスの開設に尽力し、尾崎が代表を務める OZ アカデミー女子プロレスが定期的に興行開催している。奈良県御世市ながらにある池口邸は、酒屋の実家。ながらには、池口家が代々局長を務めた郵便局があり、その局舎を歴史的依存として、国の助成金と酒屋からの寄付金等をもとに回収。 世界初の郵便庭園である郵便ながら館としてをオープンしている。奈良県桜井市に母の実家のご福祉があり、糸さんとして育てられた母の上品な船場言葉を、そのままガキチョ、峠の群像で市として使っている。大倉省、現財務省と日本銀行及び銀行業界の護送船団方式に多くの例を見る。 日本型の官僚主導による業界協調体制が社会構造の変革を妨げ、地下社会、情報化社会に対応できていなとし、日本の富と知恵を活かすには、同州制などの地方文献、小さな政府、規制官は官僚主義の排除を推進すべきだと主張していた。代表的な首都機能移転の論客でもあり、著書、新と建設、これしかない日本の未来などで、 古来、日本は約400年ごとに戦としてきた歴史があり、結果それが活力を生んできたと主張していた。2006年から社会問題化、表面化してきた飲酒運転の厳罰化に対しては、厳罰すぎるゆえの経済的損失を論じ、寛容にすべしとの主張していた。文芸春秋2011年9月号の民主応援団長が見た、日本中枢の崩壊の中で、 平時のように資格紙面に法律を適用していては、ことは迅速に進みません。正直なところ、裏社会の人に協力を要請しないと突破できない局面も出てきますと言い、各方面から非難を浴びた。堺井屋の発言に対し、日本弁護士連合会の民事介入暴力対策委員会の有志は、暴弾容認発言と文書で抗議。これに対し、 裏社会とは極めて抗議の意味で使った反社会的勢力の範囲が分かりかねるなどとお茶を濁した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。